こんにゃくゼリーは、ゲル化剤として、ゼラチンの代わりに、こんにゃくの粉末、または生成された、食物繊維を、果汁等に混ぜて固めた弾力に富むゲル状の生菓子である。こんにゃくゼリーこんにゃくを用いることにより、通常ゼリーと呼称される、壊れやすいゲル状の食品やキャンディではなく、弾力の強い食感が、特徴の生菓子。ゼラチンや寒天を追加することもある。 食物繊維が多いこんにゃくの特徴に着目したものであり、牛由来のゼラチンを原料としたゼリーに比べて、健康やダイエットに良いと宣伝されている。主成分であるグルコマンナンを水に溶解させる。風味の調整のために、糖類、果汁、香料等を共に溶解し、必要に応じ、pH の調整を行う。得られた溶解液を容器に充填する。 溶解液を冷却し凝固させる。ゼラチンのものに比べて弾力性が高く、高校内の温度でも溶解しないため誤嚥しやすく、咀嚼力の弱い幼児や老人が噛まずに飲み込んだ場合、最悪喉に詰まらせ、窒息死する恐れも指摘される。容器から直接に食べるため、吸気と一緒に咽頭や口頭に肝臓することも、窒息事故の原因と推定されている。 実際に死亡事故も発生しているため、欧州連合では2003年からゼリー菓子の材料にこんにゃくを使用することを禁止しており、韓国やアメリカ合衆国でもこれに追随する形で販売の禁止、または事実上の流通停止を行っている。日本では一口ずつ噛み切って食べるようにパッケージへの記載や、 グルコマンナン濃度の低下など、物性や形状等の工夫が図られているが、国民生活センターによると、1995年から2008年までの間に22件の死亡事故が発生しているとされ、このことが2007年から2008年にかけて報道された際には大きな社会的関心を集めた。国会やマスメディアがこの問題を取り上げが市メーカーの 企業責任を厳しく追求し、日本でも海外のように、こんにゃくゼリーを全面的に禁止すべきであるという意見も出され、社民党の福島みずほ党首と近藤正道参院議員からは、こんにゃくゼリーの製造、輸入、販売の即時禁止と企業への責任追求と自主回収要求する申し入れが野田聖子消費者行政担当大臣に要求された。 こんにゃくゼリー採用手であるマンナンライフは対策を取るために一時生産を停止し、後に生産を再開する際にも警告文を大きく表示するなどの対応を迫られた。ほか、同業他社も同様の対策を取ることになった。こんにゃくゼリーの全面禁止がスムーズに進んだ。世界各国とは違い、日本の世論は賛否に分かれた。日本はゃくが食品として流通する国として、 こんにゃくゼリーに親しんでいる背景もあり、前述のように日本において菓子メーカーの責任が関心を集めた際には、こんにゃくゼリーの販売中止に反発するインターネット上の署名運動もまた1ヶ月間で2万7000筆を集めるなど、菓子メーカーへのバッシングに対する反発や同情の声も寄せられた。13年間で22件という死亡件数は、持ちご飯、 パンなどを喉に詰まらせ窒息死する事故の件数と比較すると極めて少なく毎年4000件以上にもなる食品による窒息死亡事故のうち平均1.7人程度を占めているに過ぎないためこんにゃくゼリーだけを問題視することには異論もある。あとに内閣府の食品安全委員会が特定の食品類を1億回口に入れた場合に窒息死する頻度を推計したところ こんにゃくゼリーによる死亡リスクは0.16から0.33人とされ、アメ類と同程度としつつも、ワースト1位の餅と4位のパンの間に位置する危険度があるという結果を発表している。死亡事故のみならず、軽症や中等症で済んだ事故を含めた統計では、こんにゃくゼリーによる事故が窒息事故全体に占める件数はさらに少ないものとなるが、それは逆に言えば、 いざ喉に詰まらせた場合に、軽症で済んでいるものが少なく死亡率が高いという解釈もできる。消費者庁は、こんにゃくゼリーを喉に詰まらせた場合の重症率を85.7%と算出し、2位の白滝、糸こんにゃくを上回り、カステラやヨーグルトと同程度の重症率でしかない餅よりも、はるかに危険な食べ物であるという見解を発表しているが、 この統計の手法を疑問視する意見もある。こんにゃくゼリーの危険性が報道によって周知され、対策が行われていた2008年7月にも、一切9ヶ月の用事に祖母が警告文を読まず、報道でも危険と指摘されていたこんにゃくゼリーを凍らせた状態で、与え、ゼラチン原料のゼリーと同感覚に、こんにゃくゼリーを噛まずに飲み込み、喉に詰まらせて、軌道閉塞によって、 窒息死させてしまうという事故が発生している。ゼラチン原料の通常のゼリーでも窒息事故は発生しており、吸い込むように飲み込むのは危険である。また、製造者が意図していない、凍らせる、冷やすといった危険性を高める要素が加わると粘性が高まったり、粘膜に付着しやすくなったりして、窒息の檻に取り出すのがさらに困難となる。 ゼラチンと違い体温で柔らかくなったり溶けたりしない、グルコマンナンの性質も窒息の可能性を増加させている。国民生活センターでは子供や高齢者に絶対に与えない、という警告を発している。消費者庁の見解は揺れており、2010年6月には規制の根拠が明確ではない以上、現段階での法規制は困難であるという考えを示し、 法規制は行わないという意向を示しているが、7月にはそれを撤回し、法規制が必要という見解を示しているが、2019年3月時点でも法規制されず販売は続けている。マンナンライフは窒息事故の危険性が指摘された従来のポーションタイプに対して砕かずに飲み込むことが可能なクラッシュタイプのこんにゃくゼリーを2008年に開発し販売した。 こちらでの事故は報告されておらず、また消費者庁より、特保の認可を得て、徐々に市場規模を拡大している。現在、全国こんにゃく共同組合連合会、全国菓子工業組合連合会、全国菓子協会の3社では、加盟者の販売する一口タイプこんにゃく入りゼリーについて、こんにゃく入りゼリー警告マークを記載するとともに、お子様や、 高齢者の方は食べないでくださいという文を製品に、平気している。前述の一歳男児の死亡事故に関して、男児の両親が、万難ライフを相手方として、神戸地方裁判所姫路支部に、製造物責任運法に基づき、約6200万円の損害賠償を請求する、訴訟を提起した。しかし、2010年11月17日の第1、新判決は、 原告の主張した設計上の欠陥、放送袋の警告表示の欠陥、不適切な販売方法の3点いずれについても製造物責任法上の欠陥を認めず、請求を棄却した。ありがとうございます。